はい、で今回おすすめするアレンジはこちらですね。こちらのアレンジ、なんとそうですね、所要時間1分から3分ぐらいで完成します。結構お客様からのご質問で、忙しい朝でも簡単にこういった感じでまとめ髪ですね、低めのお団子であったりとかシニオンにしたいっていう方すごく多くて動画にしました。なので朝忙しくて不器用なんですけど、どうしてもシニオンとかお団子にささっとまとめたいっていう方はぜひ最後まで見てください。ではよろしくお願いします。はい、まず遅れ毛を適量残しまして、残りの髪を低めでゴムで留めていきます。でゴム留めしまして、この最後のところをこういった感じでお団子を作って、最後まで毛先を通さずにこういった感じでお団子を作ります。でこの状態でまず土台をこういった感じでほぐしておきます。間隔を空けながらほぐすとルーズ感が出て可愛いです。また最後にほぐしますので、だいたい程よいぐらいで大丈夫です。でこの毛先がありますね、この毛先をねじって上に交差させます。ねじって上に交差させます。でこの下のこの下でこの毛先余りましたね、これをゴム止めしてくるりんぱしていきます、ね、こういった感じでゴム止めして、これを難しいんですけどくるりんぱ、こういう感じしていきます。でくるりんぱすることによってこういった感じで馴染みます、生え際にこういった感じ で、もしこの毛先がもっと余るようならここに内側にピンで入れ込んだりしますね。でスーパーロングの場合は1回じゃ髪余ってしまうので2回転ぐらいして応用してください。はい、ではお団子をほぐしていきます。こういった感じで全体的にほぐすんじゃなくて、ところどころこういった感じで引っ張る感じですね。なのでこういった感じで最後にお団子もほぐしますので、お団子が大きすぎるとほぐすと大きくなってしまいますので、最初お団子を小さくしてからほぐすのがポイントです。感じですね。団子をほぐします。で、このねじれのところですね。ねじれのところもほぐします。こういった感じで。これもほぐしは一緒ですね。ほぐすところとほぐさないところを作って立体的にするっていうことと、このほぐすところは徐々にこの指の力を抜いて淡く、毛先を徐々に外に向かって淡くしていくっていうことですね。そうすると柔らかさが出ます。最後に遅れ毛を巻いていきます。遅れ毛は緩巻きがおすすめですね。こういった感じで何箇所かに分けて巻いて、巻き込む時間も短くしてください。こういう感じですね。コテはヘアビューロの 34mm 180度です。はい、完成しました。かなり簡単じゃなかったのかなと思います。こういう感じですね。横もこんな感じで、後ろもこんな感じですね。まあ、最大の難関は毛先のくるりんぱですね。朝子さえ乗り切れば大丈夫なんですけど、もしくるりんぱがどうしても長さが難しい場合はゴム止めだけしておいて、あとそのどうしても毛先が出ますので、それをピン止めする、ピンは何本使っても大丈夫ですので、そういった感じでもいけるかなと思います。はい、最速でこれなら朝忙しい時でも低めのまとめ髪できますので、ぜひチャレンジしてみてください。はい、今回以上になります。このような感じで少ないプロセスで可愛くっていうのをコンセプトにいつも動画を作っています。なのでヘアアレンジは難しそうだなとか、私不器用だからっていう方はぜひ僕の動画を見てヘアアレンジに1回でも2回でもいいのでチャレンジしていただけたらなと思います。ありがとうございました。